ライトさん、終わりが迫りつつあります。残りあと1日で世界の命が尽きるんです。もはや終末の時を遅らせる方法はないんだな。はい、残念ですが、解放者として自由に行動できるのは今日という日が最後。明日になれば救世院は終焉の儀式に取り掛かります。レテの禊、全ての死者を無に返して解放する儀式です。その時を迎えてしまったらもう終末を止められません。神にすら止められない終わりの始まりか。こんなにいろいろと聞けたんだな。あの予言の書が真実を映していたとすれば、私が死ねば理想的な未来が実現したのかもな。いや、どうでしょう。今うなずいてたよね。死は解放者の失敗を意味します。であればその先にある未来ではノエルの魂は救われていないはず。ならばあの映像は何だ。誰もが幸せそうだったあの光景は、見た目が綺麗なまがいものか。可能性はあります。映像に人の心は映りませんから。あくまで意識の映像だったってことなんでしょうね、きっとね。これ全部聞いてたら話が長くなりそうなんでやめときます。残り1日なんですけど、もうサイドクエストもほぼほぼ終わってるんで、できてないや、もう行っちゃいます。終わらせちゃいましょう。ルクセリオ来た。このまま本当に終わってしまうんですね。ああ、この世界も見納めだ。いえ、それもあるんですが。なんだ。何でもないです。残された時間、悔いのないよう行動してください。明らかにホープ君の言い方に裏があるような感じだったけど、はい、ということでやっていきましょう。ファイナルファンタジー13ライトニングリターンズ実況やっていきたいと思います。中までたっぷり千早です。これが最終日か。この後1日終了させるときっと13日目になるのかな。13日目がどうなるのか楽しみなところですね。最後の日に最後の祈りを聞いてくれ。これがユグドラシルの真の輝き。お、なんかもう一日伸びたっぽいですね。14日目があるのか。お帰りなさい、ライトさん。アンビバレンスはアンビバレンス、怪異進化。怪異。とうとう滅びの日が来たな。そのはずなんですが、おかしいんです。聖樹は最後の実を結び、有り余る輝きに満ちている。まさかこれは失われた時間が再生したとしか。心当たりがあるのか。思い出してください。かつて僕たちの世界には第13の時がありました。1日は26時間あったんです。ああ、だが今は24時間しかない。カオスの侵食で本来あるべき時が欠けて次元の狭間に消えたらしいな。はい、1日2時間の失われた時間です。それが一気に戻ったんですよ。ライトさんの捧げた気力は凄まじい量でした。その輝きが時空の歪みをも正してしまったんです。1日2時間、それが12日分ですから。24時間か。神が目覚めるまで丸一日の猶予ができたわけだ。あと一日でやれることはそう多くないだろうが。でしたらぜひ調査してほしい場所があります。デッドデューンに未知の遺跡が出現したんです。
失われた時間の再生に関係していると思われます。じゃあ早速行ってみましょうか。レッドディーン、神の予見を超える莫大な量であった。時空の歪みが正され第13の時間が復活、世界の終わりまで1日の猶予が生じた。レッドデューンには失われた次元か謎の遺跡が出現。それが終局の迷宮である。新たな真実を解明できると考えているよう。ホープ君が終局の迷宮へはレッドデューンの遺跡本殿東門付近から乗り込むことができる。了解。あ、でも勝手に行ってくれるみたいですね。終局の迷宮とは失われた次元から現れた未知の遺跡。この迷宮ではバトル中に時間が進行、限られた時間内に最深部までたどり着くのは至難の技となるでしょう。つまり一番下に行けってことか。なんか点2にもこういうとこあったな。めちゃめちゃ難しいやつや。思い出すな。最深部までたどり着くためにひたすら下へ潜る。各界の敵を倒すとワープ装置が機能。敵はラストマン。あ、そうなんだ。絶滅させていれば出現しない。じゃあ結構出てこないやつも多いか。バトルスコアが高いほど一度に多くの回へ下れる。クロノスタシスは使用できない。退くも進むも自由。最強の魔物たちを倒し終局の終わりを見届けましょう。ラストワンか。一気に強くなるってことですね。失われた時間の再生によって時空は大きく乱れました。その時次元にうがたれた穴、あるいはカオスの嵐の目、それがこの迷宮です。人の想像を超えた聖なる神の領域につながっていると考えられます。奥で神様が眠っているか。まだ話し中だったのに。案内人か。これはホプリタイですね。戦闘久々すぎてちょっと。デスペルリジェネガード、ラピッドルイン、エアロラ、多分サンダー系なんだろうな。聞くのは。うわ、全然聞かねえ。あ、でも入りましたね。影抜い。違う。やりたいのは違う。ATB チャージで、なんか眠ってますね。そっか、今がチャンスなのか。じゃあここで、アルテミスピアス。すげえ。すげえ。あと2発くらいだよね、多分ね。よし、こんなもんで足りるだろう。おら。おら、さあ、星3つ、スコア低いな。カウンターブローレベル4、銅の呪法9、結構なんかもらえてる感じがする。だとしても僕は驚きませんね。あ、なるほどね。順番に進めるんだ。今のは3つ進めたらしいね。これあれだよな、次の相手が分かってればさ、あれ変えられるよね。調べれば楽なんだろうけどな。まあ1周目なんで、あまりそういうの。あ、これはもう倒しちゃってるから多分いないんですね。ここは何が出てくるあれだったんだろうな。さあ次は何が出てくるんでしょう。第3層。何層まであるんだろうね。50層。うわ、強そう。あ、なんだっけ、ザルティスだっけ。ほら、破れるつもりはない。これやばそうだな。使えるやつは使っていかないとダメそう。結構経験値っていうか、最後グローリーポイントもらえそうなんで。
オーバークロックからのシーンドライブとかやってみようか。いけるかな。とりあえずあれしましょうね。ブレイクしましょう。全然攻撃が効かねえ。全身全霊で来い。危ねえ。励む。ちゃんと動きは止まるんだな。ここでアロラ発動。もうちょいだな。うわ強そう。あぶねえ、間に合った。運命の道を行こう。全身全霊で来い。邪魔だ。邪魔だ。乾いた風に散れ。変化して仕掛ける。乾いた風に散れ。やっと倒した。30分ぐらい戦ってたんじゃねえのこれ。ひょえー、22分。スコア1。つえー、ファイがレベル4、プラチナの呪法。こりゃダメだわ。こりゃ時間半端ねえかかるわ。一旦ここで終了しましょう。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。